お鼻の手術したらこんな声になっちゃったよ。でも気にせずやっていこうか。まず始めます僕の復帰を待ってない方はお待たせしました。鼻の手術がほぼ完治してきてやっと実況できるようになりました。いやめちゃめちゃ辛かったね。ここでそのことを話すと長いオープニングになりそうなんで、コースに入ってからちょいちょい話していこうかなと思います。で今日のコース、ウェルカムトゥユーゴープスラビアシャープ 2YCCC。 このシャープ 2YCCC っていうのは確か去年海外のトロールコースであったイベント用のコースだと思うんですよ。その時にダウンロードしてたんですけど、1年間ダウンロードしたコースに入ってましたやっと今日やっていくっていう感じですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.57%。 正直まだ鼻血とか止まんなくて、鼻水っていうのかな、タンとかもめちゃめちゃ溜まってくる状態なんですよ。まあそれでも僕はやっていきたいと思いますね。なんでだって、みんなのヒーローだからさ。よーしもう出ないと余ったよ、ネガキノコちゃん。あー開幕落ちろ。でさ、鼻の手術をするのはきつくなかったんだけど、問題がスタートなんだよな。30センチぐらいあるガーズを両鼻に突っ込んで2日間ぐらい過ごしたことある、みんなマジでめちゃめちゃきついからね。パンってなんだ、よくわかったな、僕が今パンチだって。そういうことなんだろ。でもこのツタに掴まれないもんね。そんで僕最近鼻うがいっていうのをしてるんですよ。鼻うがいとかみんな聞いたことないでしょ。塩水を鼻から入れて口から出すみたいな。これね、痛そうとか思うかもしんないけど、意外と気持ちがいいんだよね。僕ら様、こんなん言いよったらさ、ピオキングはやっぱりエブだなとか言われちゃうんだろうな。いやマジでそんなんじゃないから、一回やってみたらわかるから。花粉症の方とかだったらわかると思うけど、鼻の奥に溜まってる鼻水とか鼻くそとか全部取れちゃうんだよね、バーって。鼻から、そして口からごめんね、食事中の方汚い話しちゃって。さあここで中間ポイントゲット。なんだこの隠しブロックは。で今回はピンクコインコースか。うわ、どっから行こう。まあこのオレンジのところから行こうか。4枚集めればいいっていう感じだね。さあ右のハテナブロック叩いていいのか。でピンクコインは取れる、取らしてくれたね。で何か来ることは分かってんだよ、つなげな。お前は潰しておこ、あれ、あ、このドアに入っていけばいいのかな。すると地に、もしかしてここチリになってこなきゃいけなかったみたいな。コイン取れるんならそこのオフもしてくれよマリー。え、こっちなんかチリさせてくれる何がない。タロウ、サカナ、もう当ててくれよ。もう一回ぐらい落ちてこないかな、サカナ。ここの扉に入って、でもう一回入る。サカナ落ちてくれ、この辺だったよね。なんか来いよ。逆に珍しいよね、ここで当たらなきゃ先に進めないって。こういうパターンの仕掛けはあんまり見ないような気するな。さあオンオフしてドアに入っていきます。これで左側に行けるっていう感じか。で上のリンクは絶対まだだ。ここのボメを先に着火しておこうか。あっ、やめろ。ちょっとは手加減してくれよ。こんなにね、罠をポンポンはめられたらまた手術しちゃうぜ、鼻のまあ手術は実況とは全く関係ないんですけどね。じゃあ弓を放っていけっていう感じかな。するとオンオフがなってくれる。なんだこのギャバンは、倒しておこうか。そして次どうするんだろうね。もう一回ここでオンオフをしの赤ブロックのところまで走っていけみたいな。青ブロックが邪魔してんのか。あ、ここか。あ、ここで大丈夫じゃん。そういや最近ね、一発マリオを投稿してる人から連絡が来たんだけど、ピオキングさん、それは正規の攻略法じゃありません。配信者をしてるんならちゃんと正規方法をみんなに伝えましょうねって言われたんですよ知らねえよ、クリアすればそれが正規法なんだ。なあ、そうだろみんな。ここはオフでいいのか。いや、この辺からしておこうか。で、下さ、届くわけねえだろ。え、これどうすんだ、これ撃った。ちょっとの、いや分かんない、こっから走る、分からんよ。分かったよ、これメットを蹴らなくちゃいけないんじゃない。爆弾を投げればいつか落ちてくるみたいな、さっきそうやってやってたよね全然落ちてくる気配ねえな。ジャンプするのも怖いんだよな、バネがいるから。もうもう落ちてよよく抜けたな今。え、マジでね、ここか。え、あ、で蹴る、よし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 、これでいいんだ。オッケーオッケー、さあ入っていこうか。こいつを叩いておけ。バネ、もう上に行くのがめちゃめちゃ怖いって。なんかある、なんもないのかな、行ってみようか。なんだこいつまあいいや、これで先に進めないんじゃない。ですよね。こんなところでバネが出てきたら上に行っちゃうじゃん。どうしても気になるよな、見てる方もさ、やってる方も気になるし。じゃあここで砲台を落とす。そしてカロンに乗っていけばいいのかな。
でブンブンを倒して鍵ゲットっていう感じなんじゃない？これは何？あ、ラインナップか。じゃあ特に上には行けそうにはない。あ、わかったわかった。多分このブンブンを倒して右のコインのところがあるじゃん。あそこで P スイッチが発動するとかそういう感じなんじゃない？爆弾は特に何もなさそうだね。で爆発してすぐこっからジャンプして右。面白いね。見てる方がだ。であればですよ、ここでブロックを壊す、そしてもう一度爆弾を放ってカロンの甲羅を倒す。カロンの甲羅を倒すというかカロンを倒す。別の手術を受けた方がいいんじゃない？久しぶりだからってプレイがめちゃめちゃだったのって。まあしょうがないよな。ちょっと今日は多めに見ててほしいですよ。さあ P スイッチを押す。すると土管に入れるわけじゃないか。あ、この P スイッチを押したことによって上に行けますみたいな。やっぱりね。さあ上に行こうか。で、このワンナップは全部取っておこう。あ、いや違うんだって。すいません皆さん、失敗ばかり見せてしまって。もう失敗見せることはないでしょう。失敗しかない。やっぱり別の病院行ってきた方がいいのかもしんない。さあこの上は針だけか。ということはこの USA を取らなきゃいけない。あ、このブロックを壊せばいいっていう感じで。さあ USA こっちに来るのかい。別に左に、うん、何も来ない。どこにも来ない。え、これどうすんの？てかこのばあちゃんうざ。全然いけないんだけど。これ勢いをつけなきゃいけないってか。よしよしよし。でこっからどうするかだいな。あ、わかった。ここでブロック壊した時 USA がちょっとだけ上に跳ねたじゃん。それで取れっていう感じなんじゃない？でもそうしなくてもゴリ押しでいけるっていうところを見せてやるぜ。やっほ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 っ。見たか。このね、こっから落ちるときにちょっとだけね、リンクを壁に盛り込ませてたら剣が届くようになるんだよね。めり込ませたら剣が届くようになるんだよね、キノコに。それで剣を刺してキノコが取れるようになりましたっていう感じですね。何同じこと2回言ってんだ。これ右上怪しくない？ここ壊れるんじゃない？壊れはしない。さあ土管に入っていこうか。これでもう終わりであっていいよ。どこここ？最初？え、最初でさっきんところにまた戻れみたいな。何をする？まあ今のところはやられるの必須だったんじゃない？これでもう P スイッチは変わらないでしょ、きっと。変わるんかい。一旦真ん中で普通のキノコになってみようか。そして右に進めば P スイッチが変わるよな。でこれで上に行けるっていう感じなんだね。で P スイッチが鳴ってるから先に進めます。で中間を取って次どこに行こう。青い土管かな。ドア2枚は最後にしようか。右下最後にしたいと思います。さあ青の土管、次はどんな笑いが待ち受けてるんだ。僕は下に降りてっていいのかい。土管からうんと、ここ上、判断が遅い。ごめんよデスコ、頼りないお兄ちゃんで。でもお兄ちゃん絶対に鬼物人無念。花子、俺はさっき見逃さなかったぞ。上に来たよな、ジャンプして。なんで今度はこっちに来ないんだ。じゃあ砲台落としいの、右に進みます。これスター取っていいのかな。まあスター取っていく以外ないよな。運動とどっちで取ろう。早く、間に合う間に合う間に合う。俺を舐めてんのか。ここで当たっていけば先に進めるんじゃない。でドアが見えるね。あのドアまで素直に入らせてくれ。頼む、もう何も来んなよ。さっさ入っちゃうか。よし。で、あ、なんか終わりっぽいね。これで終わりだったらめちゃめちゃ楽なんだけど。まだまだ続くってか。このハテナは下がらなんでねえの。うん、やっぱりそうだね。でも襲ってきてくれてもいいのに。これは右から行く、左から行く。左から以外ないよな。赤コイン取りたいもんね。いや待てよ、右から行って下からピンクコインを取るっていう可能性もあるもんな。だから一旦右に行ってみようか。そうするとそんなんで俺を倒せるなんて思うな。さあこの靴を手に入れようか。そして下からピンクコインを取る。これで間違いない。で上は、うん、上は行けないのか。じゃあここで靴を塗り崩せてジャーンプと思ったけど、絶対こっち違うって。あ、でもピンクコインあるじゃん。もうデブロス、そんなことすんなって。砲台の中から出てくるってお前の体どうなってんだよ、この放たれ小僧が。じゃあここは下に降ります。で右押しっぱ、これで大丈夫。あのドアの方はもう行ったらダメだね。ピンクコインがあると思うんだけど、っていうかこれはどうすればいいんだろう。あれ、上届かんくね。マグマの中にも入れないでしょ。あ、わかった、ここに靴を置けみたいな。返せ俺のスタッツリさん。いや、い
いのか？ダメじゃん。むずいってこのトロールコース。病み上がりにするもんじゃないね。靴を履いてすぐ逃げろっていう感じなんかな。でバネが落ちてくるでしょきっと。でバネに乗って大丈夫、これで大丈夫さ。なんか落ちてくる、さあかんないよ、場所が悪いね。もうちょっとさ、この辺に落ちてくるとかそんなことしてほしいな。でこいつはドロドドドロドドあの中か。もうちょっとちゃんと実況してもらっていいですか。デュルデュル効果音なんだよそれは。ただのもはやね、僕の鼻と一緒ですよ。鼻水ジュルジュルみたいな。魚。いや違うのよ、つまんないのが面白いのよ。そういうチャンネルを目指していきたいのよ何気取ってんだよさあここでボムを壊して、あれこれ左行きたいけど行ける、いやまだ間に合う、どうにかしてまだ間に合うよ。頼む頼む頼む、ジュルジュル。ならここは先に爆弾で壊す。で雲じゃない時に、これ左行ってもオンオフやっぱり変わんないよな。じゃあ右に行けっていう感じだと思うんだけど、えこれ戻るんじゃない、ああのオンオフをしろっていう感じかな。これ上から、いや上から行くのやめておこう。まずオンオフをしておきます。バブルちゃん、これでオンオフが変えてくれるね。隠しブロックとかあるね。さあぐらい分かってんだよ。さあこれでうん、いけ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 なんだよあれさあこれで青い土管でさっきのところに戻るっていう感じだよな。で分かってるぞ分かってるぞ。ここはね一旦当たっておけ、そして右に行けば問題ないのさ。さっきのね予習済みなんだよ。予習済みか復習済みか分かんないけど、これでピンクコイン、いや待てよ、あのピンクコインどうやって取るんだろうね。もしかしてこっからさ、こういう風にだよな、これさっき来たもんな。ってことドア入れませんみたいな。あ、そうなってたのね。やべ、鼻水がめっちゃ出てきた。まあ術後ね、なんか鼻水とか鼻血がマジでめっちゃ出るようになってきて、ダウンタイム中。あ、これさ左行け、行けないのかズルしようとしてもダメだよな。もうやめろ、アップテン。でこのまま上に進みます。あ、なら右のドア行って最後に左のピンクコインを取って鍵ドアに入れっていう感じだろうね。じゃあここで砲台をかわそうか、これで大丈夫でしょ。そしてなんだそれ、ブロック壊します。で右上をシッパでいいのかな。で雲乗り換えようか新品に俺じゃなか。いやあるあるだよねこういうのって、乗ろうとしても乗れなくて下に落ちるみたいな。まあそれが言いたかっただけに落ちただけなんです。だから今のは失敗というわけじゃありません、失態だ。もういいってそれ。ちょ待て、いやいいのか。えこれ右のブロック開くんじゃないの。えこっからどうしよう、あ左でどうしよう。ただ魚が出てきたよね。だから先にダシのチビになる。でここでデカキノコを取れば維持したまま左に行けるというわけですね。さあ土管に入っていこうか。この土管、土管に入れませんね。えあこのドアに戻れっていう感じかな。ドアに戻ったところで上に行けないんだよな。あやっぱりね。じゃあもう一回ドアに戻れば右のブロックが開くっていう感じなんじゃない。あれ開きそうにないね。えどうするんだろう、こっから右に。バッチャー、ここでリンクが出てきたから一旦左に行く、そして右上をシッパー。ちょっと難しくないこれ取るとさ。じゃあ雲を乗り換えておこうか、落ちるなよ。でここで爆弾を発動し、の右に進めるっていう感じなんじゃない。これ落ちないよな、大丈夫。えこれ間違い探しみたいな感じ。左は違う右しかねえじゃんこんなのこんなん誰が間違えんだよ。さあ上に、よいしょよいしょ。これさ今気づいたんだけど、左の枠の中があるじゃん、クッパの石像みたいなんがあって、ここにもクッパの石像があって、右には本体がいるみたいなちゃんとこだわってんだなその辺も。クッパ火出すなよ、いいタイミングで出すなよ。オッケーオッケー。さあ土管に入っていきます。もう終わりでいいよ、終わりじゃないよ。え何これ、この人に行けってか、面白そうじゃねえか。絶対上から何も来んだよ、絶対来んだよ。そのままね土管が何かあってくれてゴールさせてくれればいいんだから。何大丈夫無理だろこんなの。まったく本当に面白いコースを作ってくれるぜこの人は。ピカポヨさんだったっけ、ピカチュウみたいな名前してますけどね。ここは上に追っておけばよかった。そうだろ、ここで脱ぎ捨てる。一個一個がむずいのよ、もうちょっと簡単に進ませてくれてもいいじゃんか。ここはジャンプシーのドアに入っていく。うらーうらーうらー
やっとクリアしたぜ。このドアに入ってゴールがないのはまだ全然いい。ただピングコインをまた最初から集め直しとかそういうことはやめてくれよな。どうだ、右と左ここに来て2分の1よくわからん、右入れねえわ。じゃあ左の土管行きます。こっちで合ってるのかな。何、左は国旗かな、フランスみたい。ゴールあるじゃん。うわ、右の果てだったらどうする。もうね、あれ叩いてももう度数が来る予感しかしねえんだよな。もう叩いてみるか。スター、スターはこっちには来ないよな。じゃあこれゴールさせてくれる、頼む。あー、やだいや、このコースめちゃめちゃ鬼畜だったね。ただボリュームもすごくてかなり楽しませていただきましたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゴールは目の前、146バネ柱。鬼滅の刃みたいに言うな。柱の中に行ったら絶対最強だろこの場で。何でも敵の攻撃跳ね返すみたいな。でサムネを見る感じ、音符とバネが交互に縦に設置されてあるんだよね。これを登れっていうコースだと思うんだけど、もうはちゃめちゃな予感しかしないよな。どうやって上に登るんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.94%。 あのバネがどういった意味があるかなんだよな。音符かけるバネとかもう苦労させる未来しか見えないんだよな。まあまあ楽しそうだからいいか。さあ始まった。何このコース、隠しブロックとかはない。時間は20秒しかないのか。このバネを、あ、これ意外と入ることできるんだね。でこの間にどんどん登っていけみたいな。これむずいって。おいマリー動けよ、何挟まってんだよそんなところに。なんだこのコース。なんかね、音符の間に入るじゃん。そしたら全然動けないんだよな。めちゃめちゃマリーの動きが遅いの。しゃがんでもう動けってちょっとぐらいさ。この端っこでちょっと乗らなきゃいけないみたいな。でどんどん上に上がっていけみたいな、そういうコースなんじゃない。これむずい。よしよしよし。で次はもう一回。あ、このコース作った人は頭いかれてんじゃない。よくこんなコースを作ろうだよな。これさ、待って、全然乗れないの。ジャンプをね、うまく決めたいんだけど、 A ボタンのタイミングっていうのかな、大ジャンプするタイミングがマジで全然つかめなくって、もうこのコース半端ねえ。運ゲーじゃんこのコース。ここでさ、タイミングよく大ジャンプしたとしても音符が上下に跳ねてるから全然入れたね。でこっからよ問題は、次右行ってみようか。あ、なんか今ちょんちょんってできたね。あのちょんちょんって行くのかな。ここでちょん、うん、ちょん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 はちょんちょんちょんして、ちょん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 。頭悪そうだってこの実況。いや、そもそもね、このコースをきれいに実況していけっていうのが難しい話なんですよ。よしよしよし。で今度は右、オッケーオッケー。で次は左、来たんじゃないこれ。あと一回ジャーブ。あー、めちゃめちゃいいところまで行ったね今。そもそもさ、しゃがまんでいいかもしれん。ここで大ジャンプしますよ。でここで大ジャンプ、あ、しゃがまん方がめちゃめちゃ簡単にいけるかもしんない。ただこの音符がさ、めちゃめちゃいいタイミングで動いてないといけないんだよな。いける？どこに？こんなコースで俺が苦戦するなんて思うな。一個上の方から行ってみようか。これでどんどん大ジャンプを決めることができたら、さっき一マス足りなかった分ゴールできると思うんだよな。来た来た来た。はっ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 。やったいや最高にくだらないコースだったけど、めちゃめちゃ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。